はい、どうもお調子です。さあ今日もですね、沖縄は国際通りらへんの安宿に泊まっていこうと思うんですけども、今回泊まる場所はロハスビラというところなんですね。でここがですね、まあ、ゲストハウスなんですけど、結構個室にも力を入れてるイメージで、でそこにね、なんか第3の個室っていうのコールームっていうのがね、なんかあって、それ結構前から見てて気になってて、それ今回予約してみたんですけども、どんな感じなんですか、第3の個室って。個室であって個室でないみたいな、ドミトリーであってドミトリーでないみたいな感じなんですかね。まあ、でもそこがね、1泊1280円でね取れたんで、結構安かったんで、まあ、ちょっと気になるので早速泊まりに行ってみようと思います。さあ、でロハスビラの場所なんですけど、この国際通りのね真ん中、ドンキとかあのスターバックスがある T 字路、ここをこのスターバックスの前かを通って、こっちの三重橋の方にね向かっていきます。でこの沖縄そばのねとか牛丼のファストフード店のドンテがあったら、ここの横にロハスビラありました。カレー食べ放題790円ってなってますね。今どんなのあんのかな。まあ、とりあえず立地的にはめちゃくちゃいいですね。本当に目の前が国際通りで、下も24時間のご飯屋さんで、じゃあ早速ちょっと入ってみようと思います、ロハスビラ。ここですね。あ、ツインダブル1泊1人当たり840円と、個室でも安いですね。昔ね、一回このロハスビラにね、なんか沖縄に住んでた時にね、面接でね、履歴書を送ったんですけどね、このスタッフとして働きたくて落とされましたね。なんか俺の友達もね、送って落とされてたんで、結構スタッフになるのは厳しめなとこなのかな。この3階ですね、受付が。はい、どうも。あ、思ってたより結構しっかりしてて広いですね、部屋の中って感じがして。でここベッドがあって、でここにね物を置くスペースがあるんですね。しっかりこれありがたいですね。鏡がある。でこっちから見るとこんな感じ。ベッドもね、普通のベッドで、で枕元にね電源もあるし、ライトもあるし、でドアのね薄さはちょっと薄くてね、外の物音が聞こえるんでね、あんまりうるさい声とか大きい音は出せない感じなんですけども、ここにも書いてますね、音が漏れるので注意してくださいって。携帯電話、 YouTube 会話は静かに、しっかりめのがありますね。でここにこういうちょっとねグリーンを置いたりしてね、人工芝で、で布団とか地面も、ね、茶色とか木目調が多いんでね、すごくなんか落ち着いた雰囲気になってますね。空調もねしっかりしててね、すごい涼しいです。外暑かったですけど、この芳香剤の匂いでね、すごい部屋の中がいい匂いします。全然臭くない。
はい、外出ました。このね、3階のカレー食べ放題ってやつはもうフロントの人に聞いたら終わっちゃ、なくなってるらしいですね。もう昔あったやつで看板だけ残ってるみたいな感じらしいです。じゃあちょっとせっかくなんでここで飯食ってみようと思います。腹減ったんで。美味しかった、ごちそうさま。はい、ということでチェックアウトしてきました。いやー、ロハスヴィラコールーム全然普通に快適でしたね。あれもうほんと第3の個室っていうか、もう普通俺的には個室ですね。ただやっぱ第3っていう理由としては、やっぱその多分壁が薄かったり外の音が聞こえたりして、あとあんまり防音じゃないんでね、自分の部屋の中が大きい音出せなかったりするぐらいで、普通にそんなほぼ個室ですね。で、ベッドも全然ね、寝返りは打てないぐらいの幅でしたけど、僕の体だと。でも全然下硬くないですしね、普通に快適に眠れました。あと何よりおしゃれですね、ロハスヴィラは。なんか本当にアジアンテイストな雰囲気の演出をしっかりしてて、清潔感もあるし、やっぱそのアジアンないろんな置物とか装飾とか、コールームの中もね、木目調だし、暗くしたらあんなプラネタリウムみたいに星がね、蓄光の星でいっぱい光ったりして、夜もなんか落ち着いて寝れました。いやー、いいです。初めてね、ゲストハウスとか泊まるとか、そういう安宿泊まる人にはおすすめの場所かもしれないです。はい、というわけで今回は国際通りすぐのロハスヴィラのコールーム第3の個室に宿泊してきた動画でした。ご視聴ありがとうございました。